どうもおはようございます。速価塾の久保でございます。今日は6月14日、4時の相場解説をこれからお送りさせていただきます、えー。昨日はね、FX オリガルヒのメンバーの方には、まあこと細かくですね、えー、本当にちょく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 アップさせていただきまして、動画の方。で、詳細な、あのー、テクニカルの動きっていうのが、まあご覧いただけたんではなかろうかと思います。一応ね、昨日は1日分のまとめ動画も作りましたんで、そちらの方をご覧いただくと、 あ、なるほど。こういう風に考えていけば、テクニカルを追うことができるんだな、っていうふうに考えることができます。で、昨日は非常に確率の高いテクニカルが来ましたんで、そのまんま確率の高いまんま、全部がシナリオ通りに行って、で、買うべきところでは買ってね、で、様子を見るところでは様子を見れるっていうふうな、この二つのポイントが、そのまんま計画通りに行ったかな、というところでございます。今日はそれも込みでね、解説していきますんで、画面を切り替えて見ていきましょう。こちらです。はい。まず、冷やしなんですけども、 冷やしはね、こういう風うに、推進波がぐーっと上がってきて、で、調整波がこうやって入ってね。で、この調整波が、推進波の頭を抜けるような感じで、もう一回、こういう形を作ります。その時なんですけども、こっから始まって、第1波、第2波、第3波と来てるとすると、今はね、ぐにゅぐにゅっと、もしかしたら落ちるところになってるかもしれません。で、第5波が来て、推進波の完成。 その後で3つの波で調整波を作っていくっていうパターンかなと思いますね。これが一つ考えられる形です。で、ここ見てください。今ね、上下にげを出して、で、実体がないでしょう。これはね、かなり上か下か迷ってる状態で拮抗してるんですよね。で、こういう場合はあんまり手を出さない方がいいですね。はい、4時間の方行ってみましょう。えー、4時間の方も、 推進派、調整派が見られるところがありますが、今回の解説は、そうですね、このレンジに入っているところですね。この辺で見ていきましょう。まあ、フラクタル図形っていうのは、随分前にお話ししました。それが今でも続いてるかなっていうところなんですけども、それが今ね、こうちょっと壊れてるところですね。まあ、つまり、ご覧いただけるように、ちょっとレンジに入ってるわけなんですよ。こちらの方にね。1時間だとわかりやすいんですけども、4時間だと横ばいなんで、今は4時間でも、 横に行ってるんだなぁとでもちょっとね、あの、重向きは上の方に行ってるんですよ。あれ。重向きは上の方に行ってるんですよ、うん。でもまあ、今はちょっとエントリーを、それほどね、できる時ではないかなと思います。まあ、下髭の出方とか見ていると、どうも上の方ですよね。またあの、レンジのブレイクダウンを狙うっていうところに入ってるんではなかろうかと思います。で、これが1時間ですけども、昨日、 うまくいったのは、このブレイクアウトね、捉えられたとこですね。で、今ではだいぶ形が変わりましたけども、昨日ね、この赤三平が出た後にエントリーをするわけなんですが、まあ、きっちりと、その後の、この波動は取れたかなっていうとこですよね。その後なんですが、深追いするかしないかってところの決断、ここですよね。この髭先、1分で見ましたけども、昨日は。 一分で解説すると分かりやすいんですけども、このげ先を超えていくようでしたら、バイレントリーをもう一回かましてもね、よかったんですけども、超えなかったんで、そのまま昨日は店じまいにしました。店じまいにしたらどうなったかっていうと、やっぱりね、ーと大きく下がりましたよね。で、今はその買いの局面なんで、まあ私の場合はね、この下がっていくところを取ろうみたいな話はしないんですよ。上手な人はすればいいと思いますが、私の方では、 ここまでね、一方的な上昇局面。では、じゃあその間にセルを挟んでおいて往復便達しましょうみたいなことはちょっとね、えー、混乱を招くんでやりません。えー、ですので、倍の局面では倍だけで取って、セルは転換するのを待つ。倍の方に転換するのを待つに集中させてもらいます。ということでね、昨日は大きな下落波動はあったんですけども、これは最初から取る気がありませんでしたので、今のところ私の方でも解説をしないでおきます。 これからの動きなんですけども、これからの動きはどうなるかってことでございます。一つ考えられるのは、上昇トレンドを書いてるように見ていくってことはできます。全体の中で上昇ですからね。で、レンジってのをこの時は外れて、上昇トレンドがもう来たなっていうところですね。で、二つ目の考え方っていうのは、この上と下のレンジの間に入っちゃったんで、もう一回ここの間でね、 ぐにゃぐにゃするのかなっていうところですよね。で、またブレイクアウトを狙っていこうかなってところです。ここはね、ブレイクアウトしたんですけども、またレンジに引き戻されちゃったっていうことなんですよ。つまり、135円っていうのがポイントなんですよ。135円で決済しようと思って潜んでいた人が結構います。私もその一人なんですけどもね。135円で一旦息をつこうかなと思ってるわけなんですよ。つまりは、年収1000万とか2000万とか奥に行かない。 でも、数百万じゃないよって人は、結構ね、今回、135円を一つのリミットとして、一旦決済してポジションを持たずにもっと伸びるようだったら、他の資金が入るようだったら、追撃していこうと思ったら、他の資金が入らなかったってとこなんですよ。まあ、ですんで、ここの、境目ができたってことじゃないですか。まあ、そういうふうに見てますけどもね。 ええー、これは二つ目の動きは、だからレンジに入るってことです。三つ目なんですけども、やっぱり高根県なんでね、高根県なんで、これが、まあ、ここを突き破ってね、下の方にズボーンと、それでさらにここも突き破って、ズボーンと行くこともあるわけなんですよ。これは確率低いですけどもね、下に行く確率は低いですよ。うん。だから一応、その方向では考えてません。ただ意識はしといてください。高根県では常に、 ダブルトップとかトリプルトップとかそれからヘッドアンドショルダーみたいなね大きな開き役特にヘッドアンドショルダーっていうのは今回みたいな形になることもあるんですよ肩が2つあってで頭があって肩がまたこっちに2つすくってズゴンと落ちるみたいなね左右対称みたいになるんですよねその時はうんだこれは頭の片隅に入れておいてこれが来てもしょうがないよねとでも確率は低いよねって感じでやっておきましょう で、この場合の下落っていうのは、その予兆が、今ご覧いただいているように、すごく長い時間をかけますんで、わかりやすいんですよ。で、ネックラインを2つ3つ超えてきますんで、ネックラインっていうのはこういうところですよ。こういうところとか、ね。で、こういうところとかを超えてきますんで、わかりやすいんですよね。はい、以上のような形でございます。まあ、ですんでね、まとめますとね、今日やることっていうのは、うーん、このレンジを超えて、 ブレイクアウトしてまた上昇に向かうのかってことを息を潜めて待っておけばいいんじゃないかなと思います次のターゲットはもう一回135円になると思いますけども今度135円を超えると136円に向かう可能性が出てくるんですよねうんまあちょっとわかりませんけども今日一日見てみないと昨日早めに135円クリアしちゃったんでねしばらくは冷静になるために資金を抜いた方がね利益確定した方が様子を見るような感じになるんじゃないですかね私も様子見ますしね 今日はうんまあ、本来だったら今日の様子を見るが昨日月曜日に来て今日火曜日にクライマックスが、ね、135円の突破みたいなのが来るのかなと思ったんですけども昨日は思いのほかね動きが早かったんで、えー、もう月間のやることはもう終わっっっちゃったかなって感じですあとはね、あのー、水門付近週の後半でやることを今日火曜日しっかりと見定めていけばいいんじゃないですか上昇継続なのかしばらく連日なのか考えにくい下落なのか。 その3つだと思いますけども、まあ、とりあえずはね、レンジからのブレイクアウトってのが一番無難じゃないんでしょうかね。はい。今日は追加の解説多分ないと思います。あの、動きそんなにないんじゃないですかね。また会ったら放送します。じゃあ、午後にお会いしましょう。失礼します。